このそば。おお、おい、こいつらなんか前より凶暴になってないか？てか俺ばっか狙われてる気がするんだが。わかりません。何らかの暴走状態にあるようですが、それよりこの数は。やばっ。お兄ちゃん、バインド。あ、シリーがバインド。ダンジョンで見つけていただいた魔道具です。研究のために持ち歩いていたのですが、役に立ちました。俺に丸投げかよ。ああ、もうしょうがねえな。シェリー、そのバインドでもう何体かゴーレム縛れるか。え、この魔道具使えてあと数回ですよ。大丈夫だ。とにかく今はあのゴーレムたちを足止めして、バインド。バインド。ゴーレムたちの動きが鈍くなりました。よし、シェリーはそのまま続けてくれ。アクア、俺にブレッシングとプロテクションを頼む。わかったわ。ブレッシング、プロテクション。次はダクネスの筋力を上げてくれ。するつもりなの？いいから早く！なんだカズマ、こんな時に私をいやらしい目で見て。いいから俺を早く投げ飛ばせ。こいつら俺を狙ってきてるからな。なるほど。あの時とは違い、今度はカズマにゴーレムたちがおびき寄せられる。そういうこと。んで、めぐみー！
合図をしたら、だと思いました。任せてください。黒より黒く、闇より暗き漆黒に我が深紅の光光を望みたもう。よし、ダクネス頼む。ああ、ほーっ、で、うおあら、ずいぶん高く上がったわね。もう二度とやらない。皆さん、またしても我が研究所を救っていただき本当にありがとうございました。いいっていいって。それよりも文字通り体張って守ったんだし、魔道具を早く使ってみてくれ。はい、それではアイリス様、失礼いたします。魔道具の効果範囲から出ないようにお願いしますね。わかりました。お兄ちゃん、最後まで楽しかったです。またいつか冒険に連れて行ってくださいね。ああ、今日みたいに危ないことが起きなさそうな、もっと平和なクエストにでも行こう。そうですね。魔道具、起動いたします。不思議、光が集まってアイリスを包んでいくわ。なんというか神秘的ですね。うむ、これが記憶を取り戻す魔道具なのか。あ、アイリス、どうだ？具合とか大丈夫か？
になんとも。あれ、光が。あれ、シェリー様、これで終わりですか？いえ、取り戻す記憶量によって時間が変わるので、アイリス様の症状であればもっと長くなるはずなのですが。つまり期待した効果が出てないってことだよな。アイリス、何か思い出せたか？その特に変わりありません。まさか失敗したのでは？いえ、そんなはずは。待ってください、父上の研究記録に使用方法の詳細が書いてあったはず。ねえ、やっぱり頭を叩いてみるのはどうかしら。人間って案外単純にできているものよ。ダメに決まってるだろう。そうやって何でも手っ取り早く解決しようとするから、いつも物事が悪い方向に。あの、すみません皆さん、私大事なことを見落としてしまっていて。大丈夫、怒らないから話してごらん。のですね、父上の記録には、記憶を取り戻すには喪失してから10日以内の使用が必須と書かれています。10日以内？何見落としてんだ、そんな大事なことを。ひー、怒らないって言ったじゃないですか。すみません、正直父上の字は汚くて読みにくいんです。確かにこれは研究記録というよりは子供の落書きに見える。はあ、ということはもう1ヶ月過ぎてるから魔道具は効力を発揮できなかったと。ことになります。しかも
この魔道具は一回使い切りだからもう使えないと。すみません、本当にすみません。ねえ、どうするの？このままアイリスの記憶は戻らないってこと？私、他の方法がないか改めて探してみます。マジか。いや、落ち込んでてもしょうがないか。俺たちも俺たちで何かいい方法を探した方がいいな。でも正直なところ、これ以上は思いつきませんよ。記憶を取り戻す方法なんて。本当にどうしたらいいんだ。命令を初期化しました。ご主人様、何なりとお申し付けください。やりましたね、チャーリー。これもあなたがこの奇妙なゴーレムを拾ってきたおかげです。めっそうもございません。暴れるゴーレムを手なずけ再起動ボタンを押したのはダニエル様です。ささ、ご命令を。我々を二度も苦しめ、未だにアクセルハーツのショーにも行けないような体にしたあの憎き。ええ、佐藤一馬、あの冒険者に復讐を。この巣場、